大好評 LB ジムのトレーニング器具販売、今日は T バーロイングのご紹介ですね。これは大人気商品なんですけどね、これで10万ですからね、これを買うべきですよね。もうホームトレーニングの方にもこれがうちにあったらいいですよね。背中を毎回やりますからですね、場所はあんまり取らないからですね、部活の、ね、先生なんかも、ね、来られるんですけども、限られた部品の中で何を入れるかって言ったらもう T バーじゃないかと思うんですけどね。やっぱりスポーツは背中が大事だからですね。胸なんかはまあベンチ適当にやっておけばある程度つくでしょうけども、スポーツは背中ですからですね。背中っていうのはすごく意識しにくいから、どうしても腕で引いたりですね、速度で引いたりするから、こういう T バーだったらこう遊びでやってもよくなりますね。初心者がやってもよくなるし、まあ、慣れた人が聞かせてやればますますよくなるしって感じですね。まあ、これはこういうふうに持ってですね、まあ、持ち手が2つありますけども、これはまあ上まで引きつけますから、広背筋カーブみたいな感じになりますよね。まあ、それも意識なんですけどね。でストレッチですね。上に行った時ちょっと反るみたいな感じですね。上で止めるって感じですね。これどうしても初心者の方だったらこうやって投げてしまうんですけどね。まあ、これでも効かないことはないんですよ。しかし、まあ、しっかりここで止めてですね、広背筋の収縮を感じてストレッチングですね。広背筋のストレッチング、広背筋の収縮を感じて次ストレッチングですね。広背筋が動く感覚を持つってことですね。腕で引かないってことですね。元ありなら速度で引かないってことですね。投げないってことですね。スポーツは投げるんですけど、筋トレは投げずに固めた状態でですね、クックックって感じですね。広げてやると、脇を開けばですね、肩の後ろに効きますからですね。後部三角筋にも効きやすくなりますから、大円筋とかですね。もちろんこれで、それは背中の下の方に効くんですけどね。しっかり意識してですね、グッとですね。まあ、これはケースバイケースで変えていくってことですね。まあ今聞いてますね、こう下で。もう私背中効きやすいから、これでも十分効くんですけどね。ではこう投げてたらですね、何キロでもできるんですけど、しっかり反って。もうここ下に落としてやったりもするんですけどね。まあこれだけでも効いてきますね。潰れて追い込むっていうことが大事なんですけども、これは潰れやすいからですね、こう投げててもまあいつか潰れますからですね、まあ、あまり慣れてない方がやるにもこれは効きますね。まあ、スポーツは背中が大事ですからですね、まあ、柔道とか相撲はもちろんのこと、野球でもですね、引きですから、背中を動かす感覚がつかみやすいマシンですからね、本格的なジムからホームトレーニーの皆様、もしくはもう部活ですね、そんなんで今トレーニングルームがある学校多いですからね、こういうのを置くのもいいですね。ぜひ興味がある方はご連絡ください。